エウドラはクアルコムが提供していた電子メールクライアントである。1988年、イリノイ大学アーバナシャンペーン校のコンピュータサービス部においてスティーブ・ドーナーによって開発され、マッキントッシ向けフリーウェアとして配布された。ソフトウェア名前は愛読していた短編小説、ホワイアイライブ・アット・ザ・ピー・オーの著者ユードラ・ウェルティにちなんで付けられた。また、 小説のタイトルにちなんで、ブリンギングザ・ PO2 ・ Where r e You Live というスローガンを掲げた。1991年、クアルコムが買収。機能が限定された無料のライト版とフル機能で優勝のプロ版というラインナップに変わる。後に広告を表示する代わりに、無料でフル機能が使えるスポンサーモードもラインナップに加わる。二千六年十月十一日。 最終となる商用版、エウドラ 7.14Windows と、エウドラ6.24をリリース。2018年5月23日、コンピューター歴史博物館は、エウドラの所有権、商標、ドメインの異常を受け、最終商用版を BSD ライセンス下で、ソースコードを公開した。北陸先端科学技術大学院の篠田洋一が、 マッキントッシュ向けエウドラ1.22を日本語化した 1.22J をフリーウェアとして配布。アシックスの中田亮がマッキントッシュ向けエウドラ1.31をベースに日本語対応させ機能を追加したエウドラ J をフリーウェアとして配布。1995年9月28日、株式会社国リサーチインターナショナルから 最新の商用版バージョン2.1を日本語化したエウドラプロフォーウィンドウズが発売。1995年12月8日、株式会社国リサーチインターナショナルからエウドラプロフォーマカントッシュが発売。1997年3月25日、株式会社国リサーチインターナショナルから。 エウドラプロフォーウィンドウズバージョン 3.0J と、エウドラプロフォーマッキントッシュバージョン 3.0J が発売。1998年7月10日、株式会社国リサーチインターナショナルから、エウドラプロバージョン 4.0J が発売。1999年7月7日、FM80 には、エウドラプロフォーウィンドウズバージョン 3.0J の機能、限定版となる、 エウドラ802を公開した。2000年9月1日、株式会社、国リサーチインターナショナルから、エウドラプロ V4.31J がリリース。スポンサードモード、ライトモード、ペイドモードの3種類のモードを切り替えて使用できるようになり、機能を限定するか広告を表示することで無料で、使用できるようになった。2001年10月1日、株式会社、 国リサーチインターナショナルから、エウドラ 5.0J が発売。スポンサードモード、ライトモードがなくなり、優勝のペイドモードのみとなった。2002年2月25日、オンザエッジと国リサーチが提携を発表した。以降、オンザエッジが総販売元となる。2003年10月3日、エッジが、エウドラ 6J を発売。2006年6月6日、ライブドアから、 ソニックソリューションズに業務移管すると発表。2006年7月14日、ソニックソリューションズから Eudora 7J4Windows が発売。2007年9月28日、Eudora 7J4Windows 及び Eudora 6.2J4MacOS 1の販売終了。2 0 0年12月21日、 すべてのサポートを終了。エウドラオセはクアルコムも参加するモジラファンデーションのペネローププロジェクトによってエウドラの次期バージョンとして開発された電子メールクライアントである。モジラサンダーバードと同じテクノロジープラットフォームをベースにしている。モジラサンダーバード用アドオンであるペネロープを含んでいる。オセはオープンソースエディションの略である。2006年10月11日。 エウドラの次期バージョンの計画を公表した。2007年8月31日、エウドラ 8.0.0B1 を公開した。2007年12月11日、エウドラ 8.0.0B2 が公開。2008年2月22日、エウドラ 8.0.0B3 が公開。リナックス版が追加。2008年11月4日、 エウドラ8.0、0B4 が公開。2009年1月19日、エウドラ8.0、0B5 が公開。2009年4月8日、エウドラ8.0、0B6 が公開。2009年9月4日、エウドラ8.0、0B7 が公開。2010年1月5日、エウドラ8.0、0B8 が公開。2010年3月4日、 エウドラ8 0 0 b 級が公開。2010年7月2日、エウドラオセ 1.0RC1 が公開。エウドラ8.0という名称は定期的なアップデートと推測されてしまうため、全く異なるコードベースを使用していることを明確にするため、エウドラオセと名称を変更した。2010年7月23日、エウドラオセ 1.0RC2 が公開。 2010年9月13日、正式版、エウドラオセ1.0をリリースした。なお、正式版でもメニュー等の UI 表記は英語のみのサポートである。2013年6月28日、モジュラは、クアルコムは、エウドラの開発をもう行っておらず、コミュニティサポートフォーラムも存在しないと公式サイトに、掲出した。また、3年前に、リリースされた、オセ1.0は、 古いバージョンのサンダーバードをベースにしているため、基地のセキュリティ上の問題を抱えていると指摘し、最新のサンダーバードを使用するよう進める旨が掲載された。2015年3月までにダウンロードサイトも閉鎖された。ありがとうございます。